で、論語ってのは本当に素晴らしい本です。やっぱり中国語で読んだ方がいいと思う。違うんですよ全然。これは吉川晃司郎先生が言ってることなんですけど、リズムがいいんですよね。とてもリズムがいい論語は。で、論語っていうのは当時の2500年前の口語、話し言葉の、まあ、要素っていうのをかなり残していると言われています。で、そもそもですけど、これ全部図ゆえで始まるんですよ。誰かがゆえ言ったっていうことですよね。ってことは、そこから先の言葉ってのは全部会話の言葉なんですよ。会話そのものじゃないけど、会話の内容を記録してるわけです。だから口語なんですよ。あ、口語そのものじゃないですけど、それをかなり、コンパクトにしたものではあるんですけど、まあ、それを非常に感じるのが、その眼界っていう、まあ、人が死んだ時なんですけど、言言死、子孔之痛、尊者曰、子痛矣っていう、まあ、場面があるんですけど、まあ、なんていうか、その時の状況っていうのは、こう、ありありとこう、浮かぶんですよね。非常にこの文章自体はシンプルなんですけど、その状況がわかるんですよ。尊者曰、従者は言った、ずとんい。まあ、このいっていうのは、まあ、今で言えば、まあ、らですよね。だから、老師哭了ってことです。老師が泣いたっていうことです。で、それをわざわざ言ったわけですよね。ってことは、普段はそういうことはないってことですよ。孔子が泣く。で、泣くっていうのもかなりその、強い泣き方をしたんですね。号泣ですよ、今で言えば。だからわざわざ言ったわけです。で、しかもわざわざそれを記録したわけです。そのやりとりをわざわざ記録したんです。で、その後、曰よとんふって言うんです。曰よとんふ。この曰っていうのは、孔子が言ったんですよね。孔子が曰く、よとんふ。よとんふっていうのは、泣いてたのかっていうことです。で、自分でも気づかなかったんです。言言死、子孔之痛、尊者曰、子痛矣。曰、有痛乎。非常に短い、簡明な文章ですけど、まあ、これを中国語で読むことによって、こう、にじみ出てくるものがあるわけです。まあ、これを訓読読みにしたら全く伝わらないとは思いませんけどね。訓読は訓読でいいと思いますよ、それは。ただ、違うんですよ、元の響きと。まあ、訓読するとこうですね。岩塩死、これを濃くしてどうす。従者曰く、死、どうせりと、曰く、どうするあり。これは、全然、伝わらないです、私は。言言死、子孔之痛、尊者曰、子痛矣。曰、有痛乎。この乎が大事なんですよね。この乎が。あとこの有ですね。有痛乎。まあ、この辺の話っていうのは中国語の素養がないと多分伝わらないと思うんですけど、まあ、とにかく中国語を、勉強してほしいと思います。そして、この古いもの、古くて新しいものです。まさに、温故知新。温故而知新っていうことです。温故而知新、温故知新。確かに古いものですけど、古くないんですよ、全然。古くないのはなぜって、人間の本質が変わらないからです。人間の社会っていうものの本質が変わらないんですよ、実は。それが変わっていくように見えて変わってないんです。だから、どういう風に生きればいいのかっていうことは書いてあるんですよ、ここ。で、それは掴み出すのはその人自身です。その人が掴んでいく。ここは大事だって思うことを掴んでいくんですよ。その誰かが体系的にこう教えてくれるものじゃないんですよ。で、まあ、この梶さんのだったり、宮崎一沙のこういうのっていうのは、この著者のそれがすごく強く出てるんですよ。だから押し付けがましいんですね、ある意味で。え、そういうふうに解釈すんの？
でちょっとこう違和感を感じるわけですね。だから自分で解釈する、もちろんこれは参考にはしますけど、最終的に解釈するのは自分です。自分がこういうふうに思う、これを生きるために生かしていきたいっていうものを、まあ取捨選択するっていうことです、まあ、とにかくここですよ。ここずとんいいえよとんほうよとんほう、このよとんほうっていうこの言葉、2500年前の中国語の持つこの響きっていうものの、まあ生き生きとした感じというか躍動感っていうものが2500年後のに日本人であってもわかる。それは本当にわかってるかどうかわかんないですけど、まあそもそもこれは現代の中国人が読んだとしても、それは2500年前の言葉ですから、あの今の私の感じと大して変わらないと思いますよ。その隔たりっていうのは中国人だってわからないんですよ。もう時代が違いますからね。でもそれがわかる。で中国語を勉強し、まあ私は中国語を勉強する人が増えてほしいし、中国を理解する人が増えてほしいですけど、まあだからこれっていうのはだから中国のものではないんですよ。もはや人類の財産なんですね。これは人類の財産なんです。聖書がもうどっかの国とかどっかの民族のものでないのと一緒で、これももっとユニバーサルなものなんです。で東アジアの人のものでもないし、中国人のものでもない、誰でもアクセスできるものです。そして日本人はこれにアクセスするのに非常にアドバンテージを持ってるわけです。それは2500年までいかないですけど、まあ2000年くらいこれを受容してきた歴史がある。全部漢字ですよ。でもまあ読めます、そのうち。そんなすぐ読めないですけどね。私もこの論語を読めるようになるまでに10年以上かかってますからね。本当に、まあ、20歳くらいで中国を始めてもう10年以上ですよ。そのくらいやってようやく、まあ分かるところまで来た。だから先は長いですけどね。かなり分かります。論語はまあ、論語はそんなに難しくないっていうのもありますけどね。かなり分かります。分かるっていうのは感覚的に分かるっていうことです。感覚的に頷ける。あ、そういうことなのかっていう。まあ、あとはある程度やっぱり人生経験がないと分かんないですよ、それは。私も19、20歳の頃に読んでましたけど、ちんぷんかんぷんですよ、それは。蓄積がないと分かんないですよ。自分が同じような経験をしてないと分かんないんですよ。である程度、まあ、年を重ねないと分からないこともあるっていうことです。19、20歳の頃なんか全然分かんないですよ。何の人生経験もないですからね。まあ、だんだんそれがこう分かるようになっていく。で、33の時に分かること。まあ、19、20歳の頃に分かること。33の頃に分かること。また40、50になって分かること、まあ、晩年になって分かることっていろんなフェーズがあるわけです。で今とりあえず読む。で今の自分の理解とまたその次に読む時の理解っていうものがあるわけです。これが学びて時にこれを習うってことです。で継続していくことが必要なんですね。継続していく。シェアシェアシェシジブイイエフっていうことがまさにこの論語っていう本にも当てはまるっていうことです。